南アメリカの川に住む電気ウナギ。その名の通り電気を出す。その電気600ボルト。馬も気絶するレベルだ。でも電気ウナギ自身は自分の電気では感電しないんだ。体の8割が発電板という細胞で覆われているんだって。その数数千個。電気ウナギは濁った川に住んでいる。だから電気で獲物を見つけたりするときもこの電気を使っているんだ。電気で相手の位置を知ることができるんだって。今日も見てくれてありがとう。またねー。